計人口2です。農務作戦定順データ収集です。で、先行研究探します。基礎資料って言われます。先行研究、同じようなことを考えている人が、研究した人が必ずいっぱいいるんですよ。それを探すわけです。それを探してくるんですね。そしてデータ、それをデータにするわけです。で、この2とか3はね、今日はやりませんので、ちょっと飛ばしておきますけど、2番目でそれで書きますよね。それで大事なのは3番目、仕上げなんですよ。なんで仕上げをこんなにね、大事にするかっていうことなんですけど、皆さんが絵描いてね、作品展にね、展示するときと同じでね、もうね、一生懸命描くのがね、面白いもんだからね、一生懸命描くわけですよ。でギリギリまで描くわけだよ。ギリギリまで描いてね、あ、時間が来ちゃったって言ってね、絵描くときね、額縁もしょうがないけど、ギリギリで適当なもんで描いてね、出したでしょ、つけて出すじゃないですか。中身ばっかり考えてて、枠とかそういうものはもう本当におまけになっちゃってる。論文の場合でも一生懸命中身やってて、仕上げがね、やる時間がないもんだからね、漢字は間違ってるしね、文章おかしいしね、ボロ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 いろんな変なものがいっぱい入ったりするわけですよ。だからここはね、少なくともね、1週間以上かかるよ、ね、できればね、2週間ぐらい取ってじっくりとね、やらないとね、せっかくやったものがね、かっこ悪いよ、みっともないよっていうことになるんですね。だから仕上げはものすごく大事にする。プロの絵描きだとすると 最後の仕上げってすごく時間かけますからね。それと同じことです。はい、今日はね、その一番のところを、これどうやってやるのかということをちょっと考えてほしいなって思って6ページ見てください。大事なのはテーマを決める、そして問いを立てる、仮説を立てるということはどういうことかということですね。6ページですね。例えばね、なぜアメリカの銃規制は進まないのかっていう、これはね、どこの大学だったかな、のレポート、学生のレポートなんですけど、結構これはまとまりが良かったので、もうちょっと長かったですけど短くしました。はじめに見てください。章立てをしましょうっていうことですね。はじめにがありますね。1、2、3、終わりに参考文献、これレポートの基本的なスタイルですよ。で、はじめにっていうのは何が書いてあるかっていうと、そのテーマを選んだ自分理由というか、テーマ設定の理由っていうものを書きますよね。アメリカでは子どもによる銃の誤射、銃の乱射事件などしょっちゅうありますよね。昨日かな、20人殺されたところがあったりしますよね。で、2012年小学校で児童26人虐殺されたと、オバマ政権は銃規制策に乗り出したが、議会は法案を否決したと、そういうことが延々と続けられているアメリカですよね。ですからこの、筆者をですね、問い、なぜアメリカの銃規制は進まないのか、これ問いです。なぜって始まってますよね。なぜアメリカの銃規制は進まないのかっていう、で調べてみました。そしたらこの理由は、繰り返される銃による事件が正当防衛として認められている。それからですね、建国以前から続く銃の歴史によるアメリカ人の銃への依存が権利という形で憲法によって守られているよと、2つ目。3つ目、巨大な力を持った反銃規制団体により銃規制が阻止されている。3つ挙げられているじゃないですか。そういうことだからだろうと、以下その根拠について調べたことを報告しますというふうに初めにで書いてあるわけです。つまり問いは、なぜアメリカの銃規制は進まないのか。仮説としては3つこんなことが考えられますよねって言ってるわけです。以下証拠を挙げますよっていうことで、1、根拠として憲法修正第2条っていうのがあって、憲法で守られてるというのが1つ。2は全米ライフル協会っていうのがすごい力を持ってるんですよ。これが金も持ってるから、
反対しようとしてもいつもそれを抑えちゃうんだということが2番目。3番目、歴史的背景で銃に対する依存というものがアメリカ人たちの精神にもう根付いちゃってるんですよということを3つ証拠として並べましたよね。で、終わりにって以上のようにアメリカの銃規制を進めるとして全体の話はちょっとずれましたけども、この3つをもう1回ここまとめとして簡単に3つのことを言ってるわけですよね。そして参考文献を挙げているということです。今やってるのは問いを立てるっていうことと仮説を立てるっていうことはまず最初に行って、そして根拠をいろいろ調べてきました、それを今示しました、これがレポートです。論文も同じことなんですよ。実はもうちょっと複雑にしていくだけの話なんですね。だから問いがないと始まらないんです。仮説がないと始まらない、何を調べていいか分かんないわけです。例えば仮説を立てておいて、どうしても3つ目が見つかりませんでしたっていうんだったらそれは仮説から外しちゃうわけです。2つだけにしちゃう、ね、とにかく最初に自分で考えるんですよ。それはまあいろんな資料を集めながら考えていくことになるんですけど、じゃあもう一個見てみましょう。よく分かりやすいよ。これなぜ吹奏楽部には女子生徒が多いのか。確かに今吹奏楽部って女の子が多いですよね。三上先生、吹奏楽部やってたの？やってないです。でね、同じように始めに、から1、2、3、まとめ、中、参考文献になってますよね。スタイルこうなっていますよね。始めにって。高校中学の時考えてみると女子生徒がほとんどだったよと、高校でもやっぱり、男は1割ぐらいしかな、1割ぐらいしかいなかったと、みんな女の子が多かったよと、軽音楽部に在籍している学生は吹奏楽部のように女子ばかりで男子は少ないという印象を感じたことはない、軽音には男がいるんだけどね、本校ではなぜ吹奏楽部に女子生徒が多いかという疑問を明らかにしていきたいと思うって始まってますね。問いですよ。どうして吹奏楽部女の子多いんだろうね、それを調べてみたいんですっていうこと。じゃあこれ仮説ないじゃんということで、仮説はなくてもいいんですよ。ない場合があってもいいんです。結局仮説はこの後でいう3つのことをごく簡単にまとめて、これからこの3つについて話しますよっていうことを言ってるだけの話だから、あってもなくてもいいんです。あった方がそれは丁寧ですよ。なくてもまあこのぐらいのものだったらいいよ。なんで女の子が多いのかと、戦後における吹奏楽部の歴史というものを一つ根拠の一つにしましたということですね。昭和40年代までは男性が主として吹奏楽部が運営されていたと。その後昭和50年代にかけて女子生徒が増えた、それで半分ぐらいになったよ44年にはね。でその後50年には女子生徒の方が多くなっちゃったよという、そういう歴史があるよということを調べました。これ数値的に分かるわけですよね。 数字で分かる。2番目、男子生徒が減少した理由っていうのは、ですね、真ん中の上の方から野外演奏が多かったこともあり、もともと男性の多いものであった。また昭和40年代まで知る人の記憶の中では、男のクラブだというイメージがあったんだよと。ではなぜ男子生徒が減少したのだろうか、その理由として推測されるのは、ギターブームである。フォークソングですよ。あるいはグループサウンズ。あんたたちわかんないけど、グループサウンズ。タイガースとかね。エレキでやるような連中が登場してきたんだよね。その方が男の学生にとってはね、こうかっこいいし面白いわけですよ。みんなそちらの方に、まあ、フォークソングとかはギター一本でやってったりするけど、ドラムとかそういうのがあったりするじゃないですか。だから男の学生みんなそちらの方に逃げちゃったんじゃないのっていうことを言ってるわけですね。2番、3番目、女性の社会進出の影響があるんじゃないですかって、これ3つを根拠として挙げたわけですね。それでね、中って書いてました。
だからその証拠を挙げるときには、こういうことがありましたよね、これは森田さんが2005年の131ページで言ってますよって、これ中を挙げて、これ事実、これが証拠です、根拠ですね。で、最後に中として参考文献等を挙げていくというのです。まとめを見てみると、以上のように以前の吹奏楽部というものは男子生徒の多いものであった。そしてもう一回繰り返してますよね。いわゆる3つ挙げた中身というものをもう一回それを簡略化して整理して終わるという形になっています。これが非常にシンプルなレポートなんだけど、基本的な形はみんな一緒なんですね。で、問いがあって仮説はここでは示されてないけれども、結局はこの根拠3つを仮説にしたということになります。わかりますよね。そうしてみると、テーマを決めるっていうのは問いを立てて仮説を立てるということですよ。ということになります。これがスタートになるということなんですね。で、宿題をね、出しておきますけど、8ページになります。したがって、良い問いを立てる、良い疑問を選ぶということが一番大事なんです。テーマを作るときにはね。で、考えることは問いを立てることです。自分の中で問いを出しては答え、問いを出しては答え。それが考えるということです。なんだろうな、どうしてだろうなって普通考えますよね。考えるっていうのはそういうことです。わからないから考えるわけですね。それでね、良い問いを一発でね、ドーンと作るっていうのは難しいんですよ。ちょっと手順を踏んだ方がいいよねっていうのがこれからやることです。問いを疑問文の形式にして、とりあえず自分で考えて、答えも考えてみますと。仮説も考えてみますと。そういうことをちょっとトレーニングでやってみたらどうですかっていうのがこの中身なんですね。で、問いを立てるのに使える思考方法っていうのは、そこに3つ挙げておきました。ゼロベース思考、白紙の状況から考えると言われてもあんまりピンときません。リフレーミング、状況を別な角度からアプローチしてみましょうということ。まあ、こういう方法もありますけど、一番わかりやすいのは 5W1H、2H で考えることじゃないですかっていうことですね。What、Where、だから何々とは何でしょうか。これ情報知識を求める疑問です。何々なのはどこか、Where ですね。場所や範囲の特定。いつ、時間とか時期。から Who、誰がどのような、ね、Why。この 5W1H2H、それを使って疑問形にしてみたら問いはできるよ。その中で一番ふさわしい問いを探せばいいじゃない。選べばいいじゃない。っていうのがトレーニングの一つのですね。例えば、その下見て、関心を絞るということですけど、まず1番目、興味あることを一つ選ぶ。ここでは日本の文化というのを真ん中に入れました。日本の文化というものからスタートしようと考えてね。天ぷら、寿司、ラーメン、文化、食文化ですね。京都なら、絵の方だと日本画、浮世絵、水墨画、いくらでも出てきますよね。哀れ、相撲、恥、畳、七夕とかいっぱい出てきますよね。でね、その中で一個、そうだな、ちょっと調べてみようかな、考えてみようかなと思うの一個選ぶ。この場合、禅を選びました。だから丸つけました。じゃあ、この禅を下の大きな丸の真ん中に入れます。そして、この禅に関係することをまたいろいろ考えてみます。これ、イメージマップって言いますよね。ちょっと関連性があるところを、結んだりなんかしますね。悟りとかね、仏教、禅宗、曹洞宗とかね、中国もあれば禅寺、ブッダ、鈴木大拙とかダルマとかいっぱい出てきますね。禅に関係することは今度出てきます。だから日本の文化から禅に絞って、その禅からまた次に座禅に絞ったんですよ。座禅のこと考えてみようっていうので、右側の丸三に座禅を入れました。縦のところにね。で、 5W2H で、疑問形にしてみましょうという、フォワットですから座禅とは何かになりますね。そしてその次、ホヤ、座禅の発祥地はどこかな。で、仮説として私の考えをね、
ここに書いちゃうんですよ。中国かな日本のようちょっとよく分かんないけど中国かもしれないねとかって書いてあるわけですね。始めたのは誰なのかな、フーですよ。座禅を始めたのは誰かな、これダルマ、ダルマは中国人か日本人で最初にやったのは誰だろう、よく分かんないけどとかっていうことを書いてるわけですね。怖い。座禅をするとなぜ心が落ち着くんだろうなという疑問。ただ何も考えないようにするからかもしれないなって自分で考えたとします。こうやって疑問を自分の 5W1H で当てはめて疑問形を作る。そして自分で答えてみる。答えるというか考えてみる。答えを考えてみてみてね。それで調べられそうなものを選ぶんです。資料がありそうなものを、解決できそうなものを選ぶんです。いくら面白い関心があるとしてもどうやっても答えはないぞというようなものとかね、これダメなのね。で4番目、問いを一つを選定しその選定理由を書きますと。じゃあホワイトのところから持ってきて、なぜ座禅で心が落ち着くのかっていうふうに疑問を問いを作りましたと。なぜ座禅で心が落ち着くのか、日本の文化から出発してね。で、その設定の理由、以前から座禅には関心がありました。座禅しに日本に来る外国人もいると聞いた。座禅の目的や方法を知らないことは恥ずかしいと思ったから調べてみたいと思いましたっていうのは題材の理由になりますね。で仮説を立てた、座禅が心を落ち着かせるメカニズムについてネットにはいろいろ記述がありました。呼吸法により血圧が安定する、脳にアルファ波が発生する、脳科学や心理学の面でも検討されているようだ。人は常に言葉が頭の中に浮かんでしまうが、空という言葉もある。座禅により無の境地になることで考えないで済むから、ストレスから解放されるのではないだろうか。いろいろちょっとネットで見てみたところ、こんな感じのことが書いてあったよ。っていうことを仮説としてだ。本当にそういうことは言えるのかな、もっといろんな人もこういうこと言ってるのかなっていうのが根拠を集めてくるという資料集めになっていくわけですよ。こういう作業が良い問いを作るトレーニングの一つなんですね。疑問を作る、仮説を立ててみるということ、これをまず最初にやってみましょうかということなんですね。でね、これ他の授業でねやった時にね、こんなもん簡単だろうと思ってもね、これがねトンチンカンのことをしてくれる人がいてね、非常に面白い、面白いというか、ですね、これじゃないや、だからこういうことはしないようにということでね、参考にしておきたいと思うんですけど、こうか、こうだね、ちょっとボケてるから見づらいかもしれないけど、いいですか。文字がスタートしました。いっぱい書いてありますね。これ書道の学生なんだね。文字って言いました。でここに書道ってあります。だから書道を今度入れました。でまた書道に関係する中国とか力強いとか好みとかっていっぱい書いてありますが、この人はどういうわけかまた文字を選んじゃった。何やってんだこいつはということなんですけど、狭めろと、絞るっていうことを言ってるのに、なんかこの文字を調べたいんだろうね。これで怖い。文字とは何か、これ問いは文字とは何かでしょ。文字とは何かって調べられますかね、これまずいでしょ。何だろうこいつは。調べられない問い、結婚でね、こういろいろなことの経緯とか、幸せって、結婚幸せって選びました。それとまあいろいろと安心って、安心で言ったらね、安心とは何か必ず、なぜ人は安心するのか、なぜ怖いからね、不安とともに生きているから、ね、それ結局ですね、問いは何でしたか、なぜ人は安心するのか、これが問いだと。こんなもの調べられないでしょうと。こういうふうにね、何をやってるかよく分かんないという人がいるんですよ。
また結婚があるけどね、結婚、ハネムーン、来社、カップル、カップルなんてここに入れてよ、このデート DV とかマンネリとかって浮気入れないんじゃった浮気入れたよここ丸ついてる、ホワイト、どうなったら浮気と呼べるのか人によって違い、気持ちや行動なんていろいろ、いろいろなことに調べられないでしょ。だからここ結局問いはですね、どうなったら浮気と呼べるのか、便器じゃないんだからね、こう人によって、様々あるが、一般的にどっからが浮気なのか気になったため、まあ、それ気になるのはいいけど、レポートとして調べられるか、こんなことっていうことですね。こう見るとね、一瞬ドキッとした程度なら大丈夫焦点じゃないんだからね、漫才じゃないんだからね意味不明なことをやってくれる。うーっと、これファッションが言いました。ファッションでこう書いてね、いいこと、東京選びました。東京からね、スカイツリー、これは空町、押上、これ地下鉄の駅だよね、駅になりました。駅、これ見たら円が盗まれちゃったどんなことやってる、円が変わる、 What? 円があるとは何か私の育った町って、こう大丈夫です、ね、それでここ選びました。どのようなところ、ね、結局どのようなところがポイントなんですね。だから私の全くダメだって書いたんですよね。こういうね、おかしいなってあんまりまだいっぱいあるんだけどね、まあ、これは面白い。道具です、ね、そしたらドラえもんが出てきたんですよ。道具でドラえもんだったのね、で夢になった、で夢ですよね。どのぐらい人は夢を長い間見るか、人はどのぐらいの間夢を見続けることができるか、そういう道具かですよ、道具からこの問いになっちゃった、困った問いだなというかね。こっちか、でね、道具、またドラえもんがあった、ドラえもんがあったね。そしたらこのドラ焼きってしりとりとかなんていうか、連想ゲームじゃないんだからどうもね、連想ゲームだと思ってる人がね、結構いたらしいんだよね。だからドラ焼きになっちゃってね、なぜあんこはつぶあんとこしたにあるのかっていう疑問問いになっちゃったね。いやー、これすごいねっていう人がやっぱいます。なぜ百均へ行くのかとかね、これはまあいいや、これでこの辺からはいいんですよ。道具でね、携帯電話でしょ、 GPS に来ました。 GPS の仕組みはどんな仕組みで動作しているのか、これ調べようと思ったら調べられますよね。道具から始まって GPS まで、これいいですよ。これ道具、 iPhone に行きました。どのように、あ、 Siri だ、 Siri に行きましたね。 Siri にどのように声を認識しているのか、 Siri の仕組みを調べたい、これもいいです。こういうようなグッと絞っていって調べられそうなものに限定するというのが問いを作る、問いを立てるということで、仮説も考えられそうなものをやる。ただ仮説っていうのはある程度調べていかないと仮説そのものが浮かび上がってこないので、もうこの時点で結構調べてるんですよ。問いを立てるということは結構もうその時点で調べてるっていうのを勘違いしないってことですね。自分の頭の中で連想してるだけじゃないんですっていうことです。トレーニングとしてですね、問いを立てるっていうのは非常に大事なことなんで、紙の方を用意してきました。9ページ、10ページ、これを今みたいな形で宿題ですので埋めてきてください。極力20個は埋めてください。この、四角と丸の部分ですね、20個決めてみてください。ここから一つ選んで、また派生して、そして次のページに行って、一個選んだものを 5W、1H でも 2H でもいいですから、それで疑問形、疑問文を作って、自分なりに答えてみるということですね。そして4番目、問いを設定してみましょう。で、ちょっと調べた結果、仮説を立ててみましょうということです。これをとりあえず、やってみましょうと。何みたいな面白いやつみたいな
よろしいでしょうか。今日はとりあえずそこまででね、感想、レポート、論文の基本的な部分というものをちょっと考えてもらいました。自分の興味があることというよりも、むしろこれに絞ってください。これのうちのどれか。アート、現代美術、デザイン、道具。はい、この中から、これを最初にポンと入れてください。どれかどうぞ、はいね。これ2枚ありますので、2種類ありますので、2種類やってもいいし、1種類だけを丁寧にやってもいいです。最低1種類。うんね、それから、やり方としてですね、ここまで来ましたよね。これでここから2つ使ってもいいんですよ。ここでこうやっていくと1個1個に絞られてきますよね。でここで1個やりましたけど、もう1個ここのやつもやりたいよということになったら、もう1個そこを、はい、もう1個逆らってもいいんです。ここだけから次のページまで行けばいいよ。こっち行けばいい。これ2枚ある、ね、そういうことでもいいんですよ。何でもいいよって言っても、なんか絞れきれないのでね、むしろある程度絞られてる方がいい。あと現代のデザイン、そこから感じられるものを20個、まず、検索してもいいんですよ。ね、ちょっとどんどん埋めていってみて、絞るというです。そして、答えが出そうなものを選ぶということ、そういう手順というものはどういうことをやるのかというのを、とりあえずやってみましょう。ここが一番の大事な8割決まっちゃうことですからね。文章書くのはどうでもいいんですよ。ここが大事です。やってみてください。よろしいですか。じゃあ来週はやっぱりこの時間にこちらに来てください。はい。